今日は6月25日の月曜日です。アジサイを描きます。今日のアジサイはちょっといつもと感じが違って、真ん中がピンクの色をしていますね。このアジサイをデッサンしていきましょう。こちらにもアジサイの花びらがついていますので、これをデッサンしていきます。だいたいこれぐらいの範囲のところにアジサイのお花を描いていきましょう。ここにもアジサイの花が可愛く咲いています。これにアジサイの茎を描きます。ここにアジサイの葉っぱが見えています。このアジサイの葉っぱは綺麗な濃いめのグリーンの色をしています。アジサイのデッサンができましたので、彩色に入ります。アジサイの花びらのところを彩色していきます。その横に、黄緑色の花びらがついていますので、ピンクの横には黄緑の色を彩色していきましょう。アジサイの真ん中がえんじ色で、おしべめしべのような感じが出ていますので、濃いえんじの色を彩色していきます。アジサイの花びら、この花びらは特にグリーンが濃い色をしていますね。ちょっと濃いめのグリーンを、彩色していきます。濃いめのグリーンを彩色しましょう。茎のところは黄緑の色で塗っておきます。これでアジサイの絵が仕上がりました。